地図アメリカ合衆国農務省はアメリカの行政機関の一つ農業政策を司る。米国ではその歴史の早い時期から農業は重要な産業であった。そのため連邦政府では新種や改良種の輸入を求めていた。1836年エール大学出身の弁護士ヘンリー・リビット・エルスワースは国務省での飲食を得た。彼はすぐに 新種や改良種の収集を行い、それらを議員らと農業従事者らへ配布した。1839年、議会は特許庁内に農務部門を設置し、1000ドルを農業上の統計業務及びその他の農政目的での使用に割り当てた。エルスワースの農業促進への関心は、彼の新種、改良種の保管及び配布のための倉庫設置以来などからも明らかで、 米国農務省の父とあだ名されるほどだった。1849年、特許庁は新設されたアメリカ合衆国内務省に移管された。その後の数年は、町内の農業部門分離を目論む者による先導が続いた。1862年5月15日、リンカーン大統領により、アメリカ合衆国農務省が非内閣級での独立した省として設立された。 リンカーンは当時、農務省を人民の省と呼んでいたという。1880年代、多くの利益団体が工業、商業省の設立を望んでおり、農からは農務省の内閣級への昇格を望んでいた。1887年、合衆国会及び上院は、農務労働省の内閣級への昇格法案を可決したが、両院協議会は、 労働を付け加えたことに対する脳からの反対を受け、同法案を否決した。1889年2月9日、グラバー・クリーブランド大統領は、農務省の内閣級への昇格法案に署名し、立法化した。ありがとうございます。